いつか風の噂が聞こえ。2016年5月23日です。皆様ごきげんよう。ぶちくりぶちくらです。貫き海賊団トリビュートセーリング、片橋勲高橋勲二人芝居、ここだけの話、一日だけの恋人、5月10日から16日新宿御苑アンモールスタジオ、ポスターが完成しました。ハロー、彩乃です。これから二人芝居をやります。私は人生初の二人芝居で、いつもよりもいっぱいセリフもあって、もうめっちゃ演技するって感じなので、ドキドキですが頑張ります。どうも、貫き海賊団松本一平です。今回は貫き海賊団、スピンオフ的な感じで、いつもは30人ぐらい出てるお芝居なんですけど、今回は二人芝居です。いつもそうですね、役によって、ペイちゃんには見えなかったって言われるんですけど、今回は俺にも見えながら杉山剛志に見えようと頑張ってます。ヤッホー、こんにちは、まみです。今回は貫き海賊団が、少数精鋭で頑張ります。で、もう本当にこれは言いたかった。そして私はね、ずっとお星様にお願いをしていた。あと、近くの神社にもお願いした。子供役以外がいつかできますようにって言ったら、叶った。願い事って叶うんですね。ということで、今回私がやるのは大人の女性の役です。はい、どうも、貫き海賊団の野上雅宏です。今回はね、貫き二人芝居ということで、ここだけの話という歌いただいてます。ここだけの話なんですけど、結構稽古してますよ、はい、普段は貫きで結構ね、おじさん役、あと結構なんか裏で糸引いてるような役をやってるんですけれども、今回は違う僕を見せられたなーなーと思っているので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、萌田もみです。今回私はここだけの話という回に出演します。合ってるかな言い方、はい。ですね、今回は野上雅宏さんと一緒に二人芝居を送ります。見に来てくれたお客さんが何か思いを残して帰っていただけるように一生懸命頑張りたいと思います。ぜひ見てください。皆さんこんにちは、ホチキスの山崎雅史です。なかなかやりがいがある役で、難しいですね。二人芝居ですから、もちろん難しいんですけれども、楽しく稽古させていただいてます。この成果をですね、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思っておりますので、ぜひぜひ、サンモールスタジオに足を運びくださいませ。新宮明日香と申します。久しぶりの貫き海賊団です。初めての二人芝居です。いつもからの皆さんではなく、山崎さんとお芝居させていただきます。とてつもない量のセリフを一生懸命覚えているような状態です。4組、同じ芝居のメンズがいますので、どれを見ても楽しめるような作品にしていきたいと思います。お楽しみに。私はここだけの話、高倉健作という役をやらせていただきます。いやが王でも突きつけられるテーマ、そう、結婚。高倉健作が抱く結婚、そして内倉内倉、いや内倉弘樹が望む結婚。この2つが重なり合った瞬間、この作品が完成すると思っています。僕らはただ前を見て、ただ前を見て進んでいきたいと思います。劇場でお待ちしております。